人力車を引いた男性が北海道から沖縄まで日本を縦断するプロジェクトに挑んでいます。ほぼ中間地点に位置する金沢市で今日出発式が開かれました。ガンプ鈴木の愛称を持つ京都府生まれの鈴木雄二さんは、東京浅草で人力車の仕事をしていて、人力車を引きながら世界一周にも挑んでいます。しかしコロナ禍の影響で中断し、現在は日本縦断を目指しています。先月北海道を出発し、沖縄までおよそ3000キロの距離を縦断する計画で、旅をしながら地元の人と触れ合っています。東茶屋さんを歩いてたら、人力車の会社の前を通った時に張り紙がしたって、もしガンプ鈴木さんここを通ったら、そこのポスト開けてみてください、プレゼントが入ってますって言って、でポスト開けてみたら、チューブが入ってて、しかも人力車のチューブが入ってて、でその時にいや本当あったかいなと思って。旅の模様をさまざまな SNS で発信する鈴木さん。金沢市のデジタル家電周辺機器メーカー IO データ機器も音声配信サービスを提供し、鈴木さんが地域の魅力を語る走るラジオの企画をサポートしています。暗いニュースが多かった中、自分発信でこう明るいニュースを作っていきたいなとなって、で、やっぱ実際やってみたら、僕が元気もらったばっかなんですけど、あいつが頑張ってるから今日走ってみようかなってこう、ね、日本全体がなってもらえたら。鈴木さんは今日は小松市に移動し、その後12月中の沖縄到着を目指します。ありがとうございます。